第一七章三節から十四節一節ずつ読みたいと思います。만일너희가전심으로여호와께돌아오려거든이방신들과아스다롯을너희중에서제거하고너희마음을여호와께로향하여그만을섬기라그리하면너희를블레셋사람의손에서건져내시리라そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き主にのみ仕えた。사무엘이이르되온이스라엘은미스바로모이라내가너희를위하여여호와께기도하리라하매彼らはミツバに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その火は短縮した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツバでイスラエル人を裁いた。イスラエルが모였다함을블레셋사람들이듣고그들의방백들이이스라엘을치러올라온지라이스라엘자손들이듣고블레셋사람들을두려워하여そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのはやめないでください。私たちをペリシテ人手から救ってくださるように。サムエルは젖먹는어린양하나를가져다가온전한번제를여호와께드리고이스라엘을위하여여호와께부르시즘에여호와께서응답하셨더라。サムエルが全焼の生贄に捧げていた時、ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツバとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名を付け、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルは生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいた。ペリシテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガデまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃イスラエル人とエモリ人の間に平和があった。평안하십시오당신은세계살릴선교사입니다그황무한땅을영원한기업으로누립시다믿음의고백대로하나님역사하실줄믿습니다우리계속해서담임목사님사역을위해서기도해주시기바랍니다목사님께서복지선생のために祈ってください。アメリカ福音家、またカナダのレムナントたちが立ち上がるのは私たちの祈りの答えです。一緒に神の答えを味わう一週間になるよう祝福します。今日のタイトルはエベネゼルを確かめて味わうミツバ運動です。神の子供には必要ない単語があります。それは運命っていう単語です。その運命から、それにもかかわらず運命という思われるほど乗り越えられる限界や問題があります。私力では解決できない問題、また繰り返される過ちや失敗、それが私の運命ではないかと錯覚されるぐらい、そこに取られています。また家紋から出てくるその問題や災い、すべてが過去であります。そのため今日の私が崩れてしまえば、今日私が挫折して落胆します。それで
未来がないように見えます。なので私の力、私のこの水準で生きていくのはできるのか、そこに抑えて生活しています。しかし神様はその中でも御働きを行います。神が私に必要で許したことであります。ならば主の主権である答えは神の中にあります。答えは御言葉の中にあります。今日私の中にあるすべてのことを置いといて、ただ御言葉と神の御前に、私は見えなかった私に見えなかったそのロゴスを見るよう祝福します。神の御言葉は教訓の本であり、また鏡でもあります。まず御言葉として答えをくださいました。私たちにあったすべての過去、また未来の不安や恐れが完全に解決され、癒される時間になるよう祝福します。今日本文にイスラエル民人がミツバに集まりました。その姿はある意味今の私たちの姿の似ています。その繰り返された失敗の中であります。獅子時代に14回の失敗が繰り返されました。また神様が救ってくださって、その後また神のことを裏切り、その神が怒って、また神のところに引き戻る、そのサイクルが繰り返されています。今日本文の中で8節に、私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。今日救いをいただいたとしても、またその災いが来るんではないかと、15回目、16回目、また来るんではないかと、その恐れが多分あったと思います。しかしその獅子時代は密場運動を通して完全に終わりました。また続いてくるのはペリシテに負け続いています。エベネゼルで戦争を行いますが、負けてしまい4000人が死にました。戦争に負けたのは神が共におられる おられないんではないかと。なのにその戦争によって3万人が死んでしまいます。その場所がミツバの密場の横にあるエベネゼルです。また攻めてきます。それがペリシテ、また攻めてきます。また心から恐れが襲ってきます。その心の中に不安や恐れ、
今日皆さんの中に心の中にある繰り返される失敗、過ち、その心の中に、また私たちが向き合う絶対不可能な問題、今日御言葉を通して完全に自由の身になって癒される一週間になるよう祝福します。一つ目です。まず偶像のことを取り除きなさい。偶像はどこから始まったのでしょうか。神から離れたところから、その神の場所が空いてしまったので、その場所を埋めるために人間が作り出したのが偶像というものです。頼り者になり、また欠乏している私の状態に、そこから慰めや平安を得ようとしています。なのでそのところで人を詰めて、また動物を詰めて、また精霊のように、また物を秋葉にその物を置いて、そこから答えを得て、そこから平安を得ようとしています。それが創世記3章から続いてきたものです。その偶像が文化化されています。その文化は偶像と直結されています。韓国の文化は国楽というとこから来ました。その音楽は、そのジャンルはシャーマンの儀式から来ています。すべてのことは偶像から来ています。創世記3章から続いてきて、すべての文化が偶像崇拝するしかないように、続いていかないと、私の知らずにそこにはまって生活しています。その結果はシュチュエジプト2章4節です。自分のために偶像を作ってはならない。上に天にあるものでも、下の地にあるものでも、どんな形を作ってはならない。それらを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神主で私は妬む神、私を憎む者には、父の人が子に償い、三代四代まで滅ぼし、また後代まで続いてきます。エフェソ2章2節、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配として、今も不純術をこうらの中に行動している霊に従って歩んでいました。また生まれながらの怒りを受けるべき子らでした。コロサイ3章5節から6節、すなわち不信仰、汚れ、性欲、お笑い欲、そしてむさぼりを殺してまいなさい。また6節に、このようなことのために神の怒りが下るのです。苦情崇拝をするとその怒りが下されます。しかし私たちはこう言います。私はもう苦情崇拝などしていない。ここで偶像崇拝を取り除きなさい、
神のことだけ捧げなさい。ということは、しかし彼らの生活は年に一度に全ての単位とが聖幕に集めて神の御前で礼拝を捧げました。その礼拝を捧げながら自分の弱いところ、あそこから偶像を置いていました。私は偶像崇拝してないと思っていますか？我々の中に2つの心があります。相変わらず世をついていくその心があります。それを取り除きなさいと言っています。彼らはイスラエル民人は奴隷の身分になったので言われることだけやっていました。なので農業などをする方法は知りませんでした。そのアラの40年間やらされることをやっていたが、カナンに来て全ての農業を始めなければなりませんでした。そのカナンで行った農業は科学的ではなく、すべて種をまいて儀式を行いました。その豊かな神に対して盛んでくるように拝みました。イスラエル民人が来て農業を学んだが、そのカナンの方法を見て、その農業のやり方がその生活に染み込んで当たり前ように行っていました。世の中で学んできた全てのことが神の存在を認めて教える学問はありません。皆さんが学ぶ学問の中で神が生きている前提で教えることはありますか？あそこから学んで皆さんは今生きてきたわけです。礼拝の時は神のことは思い出せますか？生活の中では学校や職場で神のことはどうなっているんでしょうか？あそこでも神のことが認めて、神の御働きが行うことを信じなければなりません。神に仕えるその心、また私の力でやろうとするその心、世の基準、その基準が根付いています。あそこから出なさいと言っています。全部が私が基準としています。偶像は欲です。私の
心や体が望むところ、それが偶像です。他人を見つめて見てから判断するその基準が偶像です。この人はこうだろう、ああだろう。それが私の中に基準として根付いたら、それが偶像になるわけです。それを取り除かなければなりません。そのイスラエル民人が神だけを捧げるのではなく、神を捧げながら自分のことも心に置いています。私が神の子供であるその身分を信じて、伝道と宣教という結論は出しましたが、ほんの少しでも その自分が基準化されているその少しの部分をサタンが隙間を狙っています。神より前に出てくるのを取り除いてください。二つ目です。エホバのみに使いなさい。エホバだけに使えなければなりません。唯一である誠な神は、神様、エホバしかありません。どうやってエホバに仕えることができるでしょうか。まず神に出会わなければなりません。なのでキリストを通しだけ、キリストを通してからこそ神に仕えることができます。創世記1章27節ように、神の形として創造された我々はそのように生活しなければなりません。しかし創世記3章から神から離れてしまいました。その結果、神のことを知ることもできず、出会うこともできない状態になりました。ローマ書3章23節には、すべての人は罪を犯したので神から栄養を受けることができず、ローマ書1章ではすべての人は神のことを心に置くのを嫌がっています。その心は あそこで神に出会う唯一な道をくださいました。その予定された時間に、この地にイエス・キリストを送ってくださいました。悪魔の力を砕いて、私たちと永遠に共におられるよ、聖霊として送りました。そのことを成し遂げられたイエス・キリストを信じる者、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々は神の子供とされる特権をお与えになった。またこの方以外には誰によっては救いはありません。
ただキリストだけが神に出会う唯一な道であります。そうじゃないと私たちは神に仕えると言えません。ヒブル書10章19節から20節、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。またヨハネ福音書4章24節から24節、神に礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。キリストの契約を握って神の御前で礼拝を捧げるとき、神が私たちと共におられます。ただキリストを通してからこそ神に仕えることはできます。キリストはまた御言葉であります。ヨハネ福音書1章1節、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、御言葉はキリストであり、その御言葉は神であります。聖書は私たちに言っています。御言葉を守って行う者が祝福されると。私たちは神の御言葉を守って行わなければなりません。今でも立法は有効であります。しかし人間の力ではできない。新しい契約をくださって昔の契約を守ることにさせたのが、その新約は、その立法であるキリストを私たちの中に主人として、キリストによって生活する者は立法が成就されることを体験できると言っています。なのでカラディア書2章2節のように、キリストに中にいなければなりません。そのキリストは共にいるとき、御言葉が生きて御働きが行われます。なので御言葉を確認され、根付いて体質化しなければなりません。常に霊的の戦いを戦わなければなりません。心の御言葉を受ける前に、その白紙のような私の心を神の御言葉であふれるよう、その御言葉、しかしその御言葉を受け入れないようにさせるサタンとの霊的の戦いを戦わなければなりません。その御言葉を通して何倍の祝福を受けることができます。なので常にその御言葉が私の中にいなければなりません。その御言葉が私の心に根付いて、その根っこは、その
根っこから栄養を受けます。生活のすべてのことを御言葉を通して解釈して、御言葉をもとに見つけなければなりません。なので私たちは御言葉を黙想しているわけです。しかし勘違いしている方はその御言葉を深く自分の水準で研究しています。しかし御言葉をその深入りして研究 しているのではなく、信じることです。その御言葉は神が成し遂げられる、その御言葉を通して御働きを行う、そういう確信がいなければなりません。それが牧草であります。しかしある方は、今日どんな御言葉をくださるんだろう、自ら研究をしています。私の水準ではできません。イザヤ55章9節です。天が地より高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高い。たとえIQ を高い人でも神の志は理解できません。御言葉は御言葉アーメンで受け入れるものです。第一コリント一章20節、神の約束はことごとくこの方によってしっかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を返すのです。イスラエル人、イスラエル人が出エジプトして、その前に郊外がいます。後ろはペリシテから攻撃攻めてきます。しかしモーゼは、あなたは生きる神の主イエスを信じなさい、今日あなたがために行える主の祝福を見なさいと言っています。我々の基準では理解できませんが、その理解できないやり方で行うのは神の御働きです。その御言葉が私に成就される。使徒の働き27章25節ですから、皆さん元気を出しなさい、すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。御言葉を受けるとき、このように受けていただきたいと思います。今日どんな御言葉なんだろうというより、アーメンと言って受けてください。これが神の言葉であることを祈るだけで、
その御言葉を対して、そのアーメンと言え信じるだけです。その御言葉をただ悟るんではなく、祈って、受けるのです。言葉通りに成し遂げられる、その御言葉の体質の中で、その生活の中でいなければなりません。三つ目です。三つ葉に集めなさい。三つ葉の意味はヤゴラです。その三つ葉に集める場所が重要ではなく、ヤゴラを作りなさいという意味です。私たちのヤゴラはエホバです。神が私たちのヤゴラであります。世の中どこでも安全のもらうことは何一つもありません。エホバに仕えることがヤゴラを作ることで三つ葉に集めることです。今日サムエルは5節のように、イスラエル人をみんな三つ葉に集めなさい、私はあなた方のために主に祈りましょう。イレミア29章12節から13節、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。その約束通りに成し遂げることを信じて神に対して祈りなさいと言っています。神に仕える、その仕えるのは祈りから始まります。契約を握って祈ることから始まります。また礼拝を捧げました。ヨハネ福音書4章23節、父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。なので私たちは礼拝と祈りの場所に集めます。それが三つ葉に集めることで、エホバに仕えることで、私のヤゴラを立てることです。それは24の祈りの中にいること。その三つ葉は地域でもあります。あるところの三つ葉といって、その三つ葉と名付けるところに矢倉を建てました。そこで一線三つ葉という矢倉を建てました。ただエホバだけが私たちの矢倉です。なので、ヤゴラを持って祈らなければなりません。
宮城を取り除いて、ただヤホバだけに仕えました。その櫓を建てる際、そのすべての災いを神様は解決されました。その5つの力が私に望むように、私の過去未来が神にあることを信じて、過去現在未来を通して攻めてくるサタンを縛いて、神が用意された、備えてくださったその予定を私たちが行くわけです。三位一体の神様は私に望んでおられます。その私の現場に家庭現場に伝えるようにするのがミツバ運動です。神が見働きを行います。私たちの頑固な櫓は私たちの安全のところであります。そのために私が中心されている私のことを置いといて取り除かなければなりません。その御言葉を、その御言葉があるところに集めなければなりません。また私の現場に三位一体の神の見働きが行わなければなりません。そうするによってエベネゼルの祝福が行われます。エベネゼルの確認して、そのエベネゼルの意味は、エホバがここまで私を助けてくださった、今まで私たちと一緒にいて助けてくださった、私、神が私のすべての過去から導かれたことを確認することであります。中節にエホバが戦いました。私たちはその頑固な櫓に入っていると、神が戦ってくださいます。13節に神が保護され、14節にまた回復されました。神が導いてくださいます。シシ時代を終わって、ダビデを通して神の御働きが行って、また神殿の建築まで行いました。私の失敗された過去、それによって不安や恐れに取られて未来のことを見てしまいます。しかし、その櫓を建てるミツバ運動として、神様が私の予定を用意されてくれました。その神によって、その恵みをくださることを毎日確認しなければなりません。もし
恐れる方がいるんだったら、神がエベネゼルように神が共におられることを信じてください。すべてのことは神が許してことであります。どんなことがあってもエベネズレである神が共におられることを信じて、私たちは神の目に向かって、神のことに向かって契約を握って祈ることが私たちは行うことであります。神があらかじめ行ってペリシテを打ち負かしました。このような祝福を受ける一週間になるよう祝福します。오늘기도제목들함께같이읽어보겠습니다하나님과세상을겸하여섬기는우상을떠나오직여호와만기도와예배로섬기게하옵소서절대망대의축복이나와교회와현장에전달되는미스바운동속에있게하옵소서미스바운동으로나의과거현재미래가에벤에셀의축복임을확인하고